いやもう他にも僕らもあの、はい、来週末に、はい、今やってるツアーで、はい、あの福岡ヤフードームにようこそおいでくださいました。とんでもございません。何か、ま、本当ですか？いや本当ぜひお待ちしてます。迷惑でしょ。いやいやいや、でもやっぱり、ね、あの僕らこういう風にツアーをやらせていただく一つの醍醐味として、やっぱこう、はい、食事だったりとか、そうですね、それはもう醍醐味ですね、やっぱこう楽しみにして、はい、名古屋だったら、まあ、ひつまぶしだったりとか、はい、そうですね、福岡だったらここだっていう花丸さんの何かおすすめとかって、うん、したい。いやそれはね、もうほんと食べ物に関してだけはやっぱり東京に勝ってるんじゃないかなというぐらい、美味しいは美味しいし、そして安いっていうのもあるし、あで結構遅くまでやっているという。こっち来て一番びっくりしたのが、あのオーダーストップが早いという。あの新橋かなんかでご飯食べたらオーダーストップ10時半、なんでですかって言ったら、従業員の方の最終に合わせてそれの逆算してかとかでしょ。そういうことが、帰らない、帰れなくなってしまうってことですよね。そうなんだ、福岡どっちかとも10時半からスタートみたいなぐらいの感覚があるので、すごい、多分九州というか田舎の方とか多分そういうの多いかもしれないですね、はい、だからそういう、あの賑わってる繁華街とかは割とその時間からスタートするみたいな。そうそう、なるほど、屋台とかと思うね、もう結構どうしてもやっぱこう、東京だとその電車だったりとか時間に追われる感じがするので、なんかこう早く終わっちゃったりとか。そうなんです、そうなんです、うん、はい。